さんこんにちは。着物が大好きな松下美智子です。昭和22年生まれの38歳、実は38のつもりで毎日元気に過ごしています。会合に出かけるとき、お友達とお茶に出かけるとき、ほとんど私は好きな着物姿で出かけます。痩せたり太ったり体型が変わっても同じ着物を着ることができる、便利で素晴らしい着物の魅力に魅了されています。着物を民族衣装としている私たち日本人、世界に愛される日本の文化ですね。いつも思うのは、それなのに着物姿の方が本当に少ない。着物でお出かけするととても目立ってしまいます。日本なのにどうしてといつも残念に思います。着物に対して皆さんは、自分では着るのは難しい、長時間着ていると辛くて苦しい、着崩れても直すことができない、など最初から着物を着ることに諦めていらっしゃる方が多いのではないかと思います。私は今まで着物に関わってきて、人に着付けをさせていただくとき、または自分で着るとき、いつもどうしたら簡単に着ることができるだろうとか、どうすれば苦しくなくて長時間着ていられるのかしら、または着崩れを防ぐ方法はないかしらと考えながら、いろんなことを試してきました。50年間の創意工夫の中から導いた 3K の方法。1つ、簡単。2つ、苦しくない。3つ、着崩れしない。これをたくさんの方がマスターして広げることができたら、気軽に着物を着ていただける方が今よりはもっともっと増えるんじゃないかな。そうなると嬉しいな、また楽しいだろうなと常々思っていることが形になり、この度若い人たちに背中を押されて、勇気を出してその 3K の方法を YouTube で配信することになりました。どうぞ今日の私、松下美智子との出会いをきっかけに、まずは着物を好きになり、着ることを楽しみ、着て出かけることを喜びにしていただけたら嬉しいです。そしてたくさんの人が着物を着て街行く着物姿を見ることができたら本当に素敵ですね。どうぞこの着方をYouTube で無料配信しておりますので、皆さんご覧ください。よろしくお願いします。